魔女のお茶会は楽しかったかな、スバル君。いや、楽しいとかいう次元じゃねえよ。体液入りのお茶飲まされてんだぞ。そうかい。ではスバル君のために私が楽しいお茶会を開いてあげようじゃないか。いえ、お気持ちだけで結構です。魔女の体液は飲めて、私の体液は飲めないってのかい。どっちも飲みたくはねえよ。釣れないね。でも体液にもいろいろあるだろう。スバル君はどんなのがお好みなのかな。どれもお好みじゃねえよ。お、やってんじゃねえか。ラムから聞いたぜ、ここで茶会やってってよ。いるって聞いたから俺様の体液も持ってきてやったぜ。どんな手土産、いらねえよ。お前の笑顔で十分だよ。体液持参で集合って聞いたがんな。あとはあのとっぽい兄ちゃんにも声かけてたみてえだぜ。ここからが地獄の始まりだ。次回地獄なら知っている。あ、夏希さん、お待たせしました。待ってねえ。